デレック・ブランソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ノースカロライナ州ウィルミントン出身。サンフォード MMA 所属。UFC 世界ミドル級ランキング4位。ジョン・ティホガード高校時代は、チアリーディング部に所属。ノースカロライナ大学ペンブローク校に、レスリングの小学生として入学し、NCWA ディビジョン2で、オールアメリカンに3度選出された。 2009年に総合格闘技のトレーニングを始め、2010年にプロデビュー。2011年6月24日、ストリックホースに参戦し、4戦3勝の戦績を残す。2013年、ストリックホースが UFC に統合されたため、そのまま UFC に移籍。2012年12月29日、UFC 初参戦となった UFC155 で、 クリス・リーベンと対戦し、3から0の判定勝ち、UFC デビュー戦を白星で飾った。2014年1月15日、UFC ファイトナイト、ロックホールド VS、フィロプーで、ヨエル・ロメロと対戦。レスリングオリンピック銀メダリストのロメロから、テイクダウンを奪うなど組で優位に立つが、3R に打撃で追い詰められ、ボディへの肘打ち連打で逆転の TK を負け。 破れはしたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年2月21日、UFC ・ファイトナイト、カウボーイ VS、カウボーイで、ミドル級ランキング15位のホアンカルネーロと対戦し、パウンドで 1RKO 勝ち。2016年9月17日、UFC ・ファイトナイト、ポイ VS、ジョンソンで、ミドル級ランキング9位のユライア・ホールと対戦し、 左ストレートからのパウンドで一四個勝ち。5連勝を飾り、4試合連続の 1R 決着となった。2016年11月26日、UFC ファイトナイト、ウィッタカー VS、ブラウンソンでミドル級ランキング7位のロバート・ウィテカーと対戦し、プレッシャーをかけ続けるものの、右ハイキックでぐらついたところに、パンチレンダで追撃され、パウンドで一四個負け。 破れはしたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年2月11日、UFC208 でミドル級ランキング7位のアンデウソン・シューバと対戦し、0から3の判定負け。試合後、ブランソンは、あの内容で彼の勝ちはありえない、本当の勝者が誰かはみんなわかってるだろうと、判定への不満を語った。2017年6月11日、 UFC ファイトナイト、ルイス VS、ハントで、ミドル級ランキング15位のダニエル・ケリーと対戦し、左ストレートで 1RKO 勝ち。2017年10月28日、UFC ファイトナイト、ブランソン VS、マチダで、元 UFC 世界ライトヘビー級王者の両トマチダと、対戦し、左フックでグラツカセ追撃の左ストレートでダウンを、奪いパウンドで 1RKO 勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年1月27日、UFC オンフォックス27でミドル級ランキング3位のホナウド・ジャカレーと再戦し、右ハイキックでダウンを奪われ、パウンドで一コ負け。2018年11月3日、UFC230 でミドル級ランキング9位のイスラエル・アデサンヤと対戦し、左ストレートで一子負け。 2019年5月4日、UFC ファイトナイト、ヤークインタ VS、カウボーイで、ミドル級ランキング13位のイライアステオドローと対戦し、3から0の判定勝ち。2019年8月17日、UFC241 でミドル級ランキング10位のイアンハイニッシュと対戦し、3から0の判定勝ち。2020年8月1日、UFC ファイトナイト、 ブランソン VS、シャベジアンでミドル級ランキング9位のエドメン・シャバージアンと対戦し、パウンドで3四個勝ち。2021年3月20日、UFC オン・ ESPN、ブランソン VS、ホラントで、ミドル級ランキング10位のケビン・ホランドと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。2021年9月4日、UFC ファイトナイト、ブランソン VS、ティルで、 ミドル級ランキング7位のダレンティルと対戦。グラウンドの攻防で終始圧倒し、サガールにリアネーキドチョークで一本勝ち。5連勝を飾り、試合後には UFC 世界ミドル級王者イスラエル、アデサニアへ再戦をアピールした。ありがとうございます。